シモネッタベスプッチの肖像。キリストの樹肉と聖人たち。ピエロ・ディコジムは、イタリアルネサンス期のフィレンツェで活動した画家。宗教画のほか、古代の神話などに層を得た幻想的な作品を多数残しており、イタリア世キルネサンスにおける異色の画家である。ピエロは本名をピエロ・ディ・ロレンツォという。1462年頃フィレンツェに生まれ、画家。 コジモ・ロッセリの下で修行した。ピエロ・ディ・コジモという通称はこの師匠の名に由来する。ピエロの生涯については、ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝以外に確実な資料が少なく、不明な点が多い。残された作品も、年代の明らかなものが少なく、彼の生涯や作風の変遷を時代を追って述べることは困難である。作品は、 ベスプチケなどの詩的な注文によって描いたものが多く、教会などの公的な注文による作品は少ない。このこともピエロの履歴を追うことを困難にしている。また、同時代のボッティチェッリなどと違い、当時フィレンツェを支配していたメディチケとも疎遠であったと言われる。1481年、ピエロは死のロッセリと共に、バチカンのシスティーナレーファイドの壁画装飾に携わり、 ロッセリが担当していた壁画山上の水訓の背景部分を手伝ったという。画業の初期においてピエロはネーデルラントの画家ヒューホファンデルフースの写実表現の影響を受けている。当時、フィレンツェのサンタマリア・ヌオーバ病院付属聖堂にはファンデルフースの描いたポルティナーリの祭壇画があった。ファンデルフースの影響はピエロの作品のうち特に 羊飼いの礼拝に顕著である。また、シモネッタ・ベスプッチの肖像などに見られるスフマートには、レオナルド・ダ・ヴィンチの影響も指摘されている。画家、彫刻家、建築家列伝の著者バザーリーによれば、ピエロは人嫌いの変わり者であったとされ、自宅の庭を自然のままが良いのだと言って雑草が生い茂るままに、知っていたなどのエピソードを挙げている。アンドロメダを救うペルセウス。 ピエロの作品は数十点現存しているが、制作年代のはっきりしないものが多い。技法はテンペラと油彩ともにあり、テンペラ画の方が比較的初期の作品と思われる。宗教画では、フィレンツェの聖母、マリア下墨海修道院にあった、キリスト受肉と聖人たち、フィレンツェのサントスピリット聖堂、カッポーニケ礼拝堂にあった、聖母のエリサベツ訪問などがよく知られる。 前者は比較的珍しい画題で中央に幼子イエスを伴わないマリアを立たせる構図が特色である。ピエロはキリスト教関連の絵画の他に古代神話を題材にしたアンドロメダをスクーペルセウス、プロクリスの死、ラピテス族とケンタウロスの戦いなどの作品や原始人類の進化の物語を描いたシリーズなどを残している。これらの作品には 半人半獣のキャラクターや怪物などの姿が実在するものであるかのように生き生きと描かれている。ラタイ群像の作風にはルカシニョレッリの影響が見られる。肖像画の作品もいくつかあり、中でもシモネッタベスプッチの肖像がよく知られる。モデルの女性は半裸で奇抜な髪型をし、首飾りには蛇が巻きついているなど一見して、 普通の肖像画ではないことが見て取れる。シモネッタは、ジュリアーノ・ディメディチの愛人で絶世の美人として知られた。彼女は1476年に他界しており、ピエロが絵の修行を始めた1480年代初めには、すでに過去の人であった。当然、この肖像画も、本人を目の前にして描いたものではなく、想像によるものである。なお、 この絵のモデルを下ネッタとすることについては、異説もある。プロクリスの詩。ありがとうございます。